こんにちは、麻雀一番街公式アンバサダーの水原きなです。はい、今回はですね、前回の公開動画の方が大変な反響をいただきまして、もう一回麻雀牌を使った企画をやろうということで、こちらを用意いたしました。題して、水原プロならノーリーパイでハイパイ10秒で覚えられるです。ヒット麻雀だと結構もう手配に集中できると思うんですけど、リアル麻雀だとやっぱり相手の視線とか表情とかを見ながらやったりすると思うので、結構手配覚えてると大事かなと思って、なんでリアル麻雀、無理してたリアル麻雀とか普通にやっていくそれであればできるんじゃないかと。なんか手配を覚えるということにチャレンジしたことがないので、どれぐらい自分が覚えてるかっていうのを全く分かんないんですよね。もしかすると全然覚えられないかもしれないし、意外と結構覚えられるかもしれないし、ちょっと本当自分でもどれぐらいできるか想像がつかないです。のでなかなか興味深いです。ちなみに何枚ぐらいできると思いますか？いや本当に分かんないです。下手したら3枚ぐらいしか覚えられない。いや本当に全く分かんない。ハイパイ見た時になってね、覚えようって思わないですもんね。並べるだけじゃないですか、ハイパイ。いつでも確認できますし、そうで構想とかにすぐこう思考がいくので、記憶をするっていう風になったことがないんですよね。あとノーリーパイっていうのが結構、私ノーリーパイに弱い派なんですよ。ノーリーパイ、リーパイしてないだけで情報がめっちゃ頭に入ってきにくくなるタイプなんで、それがどれぐらい影響するかですね。15秒ぐらいにしましょうか。10秒でお願いします。はい、じゃあやってみたいと思います。麻雀一番街では今とりあえず、はいはい、山があるかと思いますので、お好きなところから13枚取って、はい、伏せたまま13枚取っていただいた後に一気に開いていただければと思います。13枚でいいですね。はい、はい、じゃあまずハイパイを地に起こします。はい、よいしょ。で時間開始と同時にこっちに倒して10秒間で覚えたいと思います。はい、ではよろしいでしょうか。はい、はい、3、2、1。3、2、1。お答えいただければと思います。はい、人数が1、5、7、7、9、9、ローピン、トン、シャーシャー、急走、ウーソー、今何個言ってる？今12枚言ってます。9、9、トン、シャーシャー、ローピン、急走、ウーソー。前、いやこれ ちなみに今のところ12枚全問正解です。ちょっとあれですね、これちょっと実はちょっとやり直しをしてるんですよ、これ。さっきの記憶と混じって、1回目の記憶と混じってるんですよね。E ピンがあったのが1回目なのか2回目なのか、ちょっと風送球走って言いましたよね。はい、風送球走になんかもう一個想像った気もするんだよな。ピンズはローピンだけど、それか自敗、もうね、自敗もちょっと前の記憶かもしれないんだよな。じゃあチーソーで。ありがとうございます。では水原プロ、正解は12枚となりました。はい、坊主が風送でしたね。というわけで、でもかなりほぼほぼもう想像っていうのは合ってましたし、そうですね、パーフェクトな回答となりました。そうですね、これやり直しだったんですけど、大変失礼いたしました。簡単です。まあでもこれもそうですね、なんか意外と覚えようとしたら覚えられるかもって思いました。麻雀一番街、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。で結局は12枚正解というで、ユーザーの皆さんには6000アウルプレゼントという結果になりました。まあまあ、まあまあいい感じで、そうですね。最後
一枚が惜しくもね、ちょっとやられましたよ、やり直しトラップに失礼しました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたね。